そして私事ではありますが、はい、前回の、ね、夏の時には大変ご迷惑をおかけいたしまして、ジュリちゃんに頑張っていただきまして、なんでそんな笑ってんのバルニャさん。放送聞いてくれた？あ、聞いた聞いた、ありがとう。もうね、だから私は精霊5をやっていたおかげで、うん、たくさん懺悔しちゃって出られなかったっていうね。ああそう、ゴーね、そうゴーね、そうそうそう、精霊ゴーがねだいぶ流行ってたみたいで、でもねちゃんと聞いてよ、ありがとう。聞いて、そう、私がいろいろバーテックスと戦ってたとかね、うんうん、いろんな説を、そして絵日記なんかもありましたね。あ、すごい、ありがとう。カリンに読まれるというね、ちょっと恥ずかしい、ちょっとね逆に恥ずかしいやつ、そうそうそう、本当、じゃあ本当に聞いてくれた、待って、なんで嘘だと思ってんだよ、聞いてるわ、すごい優しい、いや嬉しかったですね。あ、これユミさんね、前回カリンに盗み読まれた日記なんですけど、なんか一切れって、あ、落ちてた、切れ端が落ちてた、やだ、ちょっと、そんな大事な日記落としてるの。さすが、ちょっと風やばくない？私やばいでしょ。それをなんかちょっと、じゃあ今から読めってことなの、うん、ちょっとでも私はね自分でどんな日記書いたか忘れちゃったから読んでほしい、じゃあちょっと読むわ、うん、ちょっとね、はい、ワンクール越しの、はい、日記読ませていただきます。読んでほしい。違う、ちなみに何日に届いてるか読んで。ね、届いてるのはね、これどこにも書いてないけれど、うん、8月のね5日の話。結構前、うん、まだ暑かった頃ですね。ちょっと呼び起こしてその頃の記憶をね、はい、さあ暑い夏の日ですよ、こちらマデラッタ部員からいただきました。8月5日、今日も晴れ、本当に暑い日が続くけど、ちょっとなんか BGM がうるさい。すごい、なんかあれ、メスカセミ鳴いてる。本当に暑い日が続いてる。そんな暑い日が続くけれど、いつきの笑顔があれば家事だって楽しい、うん、夕方買い物に出かけていたら夕立になった。久しぶりの雨にテンションが上がって濡れながら帰ったら洗濯物を干したままだった。いつき、驚きながらも笑顔で出迎えてくれてありがとう。一瞬でも洗濯物くらい取り込んどけよとか頭をよぎった。お姉ちゃんを許してね。ごめんなさい。いつき声が低くなった。いつきがなった。まあちょっと想像できますよね。想像できる。でも多分お姉ちゃん雨大丈夫だったぐらいの心配はきっとしてくれるんでしょうね。してくれる。でも、うん、お姉ちゃん雨大丈夫かなって洗濯物越しに空を眺めてる。すごいわかる。すごい伝わる。いやでも本当にこのコーナーたくさんの方ね、はい、紹介してましたけど、はい、皆さんもとてもリアルなというか、そうですね、本当にありえそうな絵日記ばかりで、すごい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回も始めていきましょう、うん。